サリュート4号とソユーズ。サリュート4号は1974年12月26日に打ち上げられたソビエト連邦の宇宙ステーションである。サリュート計画の4号機で2年以上の運用期間中にソユーズ宇宙船と3回ドッキングし、通算4人の宇宙飛行士が合計3ヶ月間滞在した。 サリュート宇宙ステーションには軍事目的のアルマースと平和目的のドスの2種類があった。サリュート4号はこのうち4機目のドスステーションだった。基本的な設計はドスの1号機であるサリュート1号と同じだが、4枚の小型太陽電池パネルが3枚の大型可動式太陽電池パネルに乾燥され、発電能力が倍増した。 観測装置としては、紫外線対応望遠鏡、X 線望遠鏡、大気観測用のセンサー、赤外線望遠鏡、地上撮影用カメラ、宇宙船検出機などが装備されていた。宇宙滞在と健康の関連を調べるため、着用者の体に負荷をかける特別な服やトレーニング装置が用意された。新型の姿勢制御、軌道制御システムのテストも行われた。 サリュート4号は、1974年12月26日に、バイコヌール宇宙基地からプロトン 8K82K ロケットで打ち上げられた。1975年1月10日、ソユーズ17号が打ち上げられ、サリュート4号にドッキングした。二人の宇宙飛行士が1ヶ月滞在し、2月10日に、ソユーズのカプセルで地球に帰還した。 1975年4月5日、ソユーズ18号が打ち上げられたが、ロケットの第2弾と第3弾が正常に分離せず、軌道投入に失敗した。二人の宇宙飛行士を乗せたカプセルは緊急分離し、ロシア国内に安全に着陸した。同年5月24日に改めてソユーズ18号が打ち上げられ、サルウトにドッキングした。乗員は2ヶ月間ステーションに滞在し、 7月26日に地上へ帰還した。1975年11月17日、無人のソユーズ20号が打ち上げられ、自動でサリュート4号にドッキングした。その後、様々な飛行条件下で、ソユーズ宇宙船の長期運用のテストが行われた。ソユーズ20号のカプセルは、打ち上げから3ヶ月後の1976年2月16日に、大気圏に突入し、 ソ連国内に無人で難着陸した。サルート4号は1977年2月2日に大気圏に再突入し廃棄された。ありがとうございます。